日久子三菱電機レディース2日目29日武蔵川岡ゴルフコース埼玉県6650ヤードター72前年覇者として5ヶ月ぶりに臨んだ国内ツアー戦2オーバーで終えた初日のラウンド後明日のまくりが必要と話していた渋野日な子が意地を見せたトータル3オーバーと予選落ちの危機に瀕していた終盤6番から 2つのバーディーを奪いカムバック28位タイで決勝ラウンドにたどり着いたバーディーの後のボギーが昨日も出し今日も前半にやってしまった浦街道からのスタートその最初の10番でアプローチから寄らず入らずのボギーをたたくとこの言葉通り一進一退の展開が続いた15番パーんでピン奥2.5メートルからの バーディパットを沈め笑顔を見せたが、続く16番パー5でバンカーからの 4, 4打ち目を5メートルと寄せきれずボギーとし、すぐにその表情が曇る。あまりいい内容とは思えない。ミスも多かったし嫌な感じだったとなかなか波に乗れない。チャンスホールの1番パー5ではバーディを奪い、トータル2オーバーに。 しかし、その状況で渋野ひな子がイラッときたと振り返った5番を迎える。この怒りの根源は残り132ヤードから7番アイアンで打ったセカンドショット。これが右に出るとラフからグリーン脇のバンカーにこぼれ落ちた。さらに拍車をかけるように1.5メートルまで寄せながらパーパッドを外す。ギャラリーからもため息が漏れた。 しかし、そんなため息をかき消すような見せ場を、ここから作った。直後の6番では、下り2メートルのパットを打ち切る、壁ドンパットで一つ戻した。ここでは、上りのラインから、下りの開始のパットを残したくないという怖さもあって、なかなか打ち切れていなかったとショートする場面も目立った2日間が、嘘のような強気が顔を覗かせた。さらに2年前にホールインワンを奪った。 8番パー3では7メートルをねじ込む。1オーバーなら予選通過は大丈夫かなと意識したこのホールで、今度は大歓声を引き出した。初日を終え課題に挙げていた、引っ掛けるショットが出なかったのは、好感触。ただ、右に出たことで苛立ちがあったと、悔しさをあらわにした18番のセカンドなど、手応えのあるショットを揃えられたかというと、まだ満足には遠く及ばない。 13ホールでフェアウェイを捉えたドライバーは引き続きしっかりと触れているだけにやはり2打目以降が完全復調への鍵を握っているそれでも悔しいところはかなりあるけど半分以上は嬉しさと3日間戦えることにまずは一安心最後の18ホールでは次につながる一打を増やしていきたい昨日ほど緊張感はなかったけど見せなきゃいけないとか バーディを取らないといけないという思いはちょっとあったと、ついてきてくれる大ギャラリーへの思いも強い。苦しい中でも、笑顔が絶えない、楽しいラウンドを、納得のいく形で終えたい。渋野ひな子と同組だった高校生アマ2人感激気さくな対応に、ああいう選手になりたい。樋口久子、三菱電機エリス第2日。女子ゴルフの国内ツアー。 日口久子三菱電機レディス第2日が29日に埼玉・武蔵川岡 GC6650 ヤードパー72で行われた61位で出た前年大会覇者の渋野ひな子サントリーは4バーディー3ボギーの71で回って通算1オーバーとし28位で予選通過となったこの日は高校生のアマチュア2選手とのペアリング 同組で回った手塚綾香織、佐久長聖校2年、小畑悦葉、代々木校2年からは感激と憧れの声が上がった。海外メジャーも制しているトッププロとの18ホールは未来のトッププロを目指す2人にとって格別な時間となった。この日、渋野日向子と回ったのは今年の関東選手権2位の手塚と日本ジュニア選手権15から17歳の部4位だったをまた、 ラウンド中には渋野の雛子から積極的に話しかけられ、キャディーも含めて6人の会話が弾んだ。共に予選落ちとなったものの、まだ高校2年生の2人は特別な時間を過ごしたようだ。2バーディー、3ボギーの73で回り、通算4オーバーで58位だった手塚は、初めてこんなにたくさんのギャラリーの方々がいる中でプレーをしたので、 最初は緊張したけど、皆さんが応援してくれて、すごく楽しく回れましたと振り返った上で、渋野ひな子とのラウンドについて言及。前日に組み合わせを聞いた時は、食事中だったと言い、え、マジって感じで、やばいって思いましたと、高校生らしい表現で明かした、本当にすごすぎる人ですが、笑顔で気さくに話してくれて。 本当に回りやすかったですし、ああいう選手になりたいと思いましたと手塚。ラウンド中の会話については、キャディバッグについているぬいぐるみの話題など、いろいろお話しできました。学んだことについては、ドライバーが飛んで安定していて、このグリーンでも止まるボールを打てて、すごいなと思いましたと語り、尊敬の眼差しを向けた。1バーディー、4ボギーの75で回り、 通算6オーバーの74位だった小又はあんまりいいスコアで回れなかったですが渋野ひな子選手のプレーを見て次につなげたいなと思いましたと前向き同組が決まった時にはすごい嬉しかったです世界で活躍している選手なのでいろいろ学びたいと思いましたと言い実際に回った感想はすごかったですね ドライバーがすごく安定していて、あんまりミスもなく、攻めすぎないけど、大事なところは取っていくプレー。すごく勉強になりました、と語った。ラウンド中の会話についてはいろいろ話してくれたんですけど、海外の漢字とか、英語は喋れるようになりましたとか、いろいろ話しましたとまた。やっぱり飛ぶなと思いました。風にも負けない球を打っていたので、そこはすごく勉強になりましたと語った。 渋野ひな子は通算1オーバーで予選通過確実。樋口久子三菱電機レディス第2日29日埼玉武蔵丘 GC6650 ヤードパー72第2ラウンドが行われ61位から出た渋野ひな子23サントリーが4バーディー3ボギーの71で回り通算一オーバーで予選通過を確実にした。 予選通過できて半分以上は嬉しさでいっぱいです。10番パー4から出てボギー発進。立ち上がりからつまずいたものの、15番パー3で第1打を2.5メートルにつけバーディー。通算3オーバーで折り返し、1番パー5で第3打を2.5メートルをつけてスコアを伸ばすと、6番、8番でもバーディーを奪うなど、後半は34で回り、スコアを一つ伸ばして、 第2日を終えたこの日同組だったのはアマチュアの手塚彩香織17佐久長聖校2年と小畑雄は16代々木校2年7学年下の女子高生と回り自分がお姉ちゃんというかお母さん目線というかいいところを見せなきゃと今日は特に思いました渋野日向子から積極的に声をかける場面も見られプロの世界も楽しいんだよって知ってほしかったと トッププロとしての役目も果たした5月のブリヂストンレディス以来の日本ツアー予選落ちだった同大会に比べ気持ち的に一番違う今週の方が楽しめています詰めかけた多くのギャラリーの存在が渋野の向子は投資する初日を超える6602人が集まったこの日インスタートにもかかわらず渋野日向子の組には人垣ができた アメリカにはないギャラリーの多さ、今の自分の周りではない環境で、その雰囲気も楽しんでいました。少しでも上位へ、最後の18ホールに向け、明日もできるありがたみを感じながら頑張りたいと、笑顔で意気込んだ。